進学率とは、ある段階の学校での教育課程修了者のうち、次の段階の学校へ進学したものの割合。なお、進学率はあくまでも比率であって、仮に分数に例えれば、異なる年同士の進学率を比較するとき、分子である就職決定者数が同数であっても、分母である教育課程修了者が多ければ、進学率は加工し、分母である、 教育家庭修了者が少なければ、進学率は上昇する。単純な比較をすることはできず、実際の進学者の数の代償を比較、議論することはできない。以下では特に断り書きがない限り、日本での事例について述べる。全国の値については、文部科学省が学校基本調査で公表している。また、個別の中学校や高等学校でも、卒業生が、 どの程度進学したかの指標として、それぞれの学校ごとの進学率を公表する場合などがある。高校では、進学率が高ければ高いほど進学校と認知されるので、受験生集めにこの指標を多用する傾向にある。どのような大学に進学したかは表していないが、進学率が高いと偏差値の高い学校への入学者が多いとみなす傾向は存在する。 中学校卒業後、高等学校等へ進学した者の,の割合。高校進学率は戦後上昇を続け、1974年度に90%を超えた。その後も高原状態が続いている。学校基本調査での調査対象の定義は、となっている。高等学校卒業後、短期大学へ進学した者の,の割合。短大進学率は、 当初の1950年代は2%台だったが、1994年には13.25%となった。しかし、その後は減少に転じ、2020年は4.4%となっている。学校基本調査での調査対象の定義はとなっている。高等学校卒業後、大学へ進学したものの割合、大学進学率は戦後上昇を続ける。 専門学校ができた1976年以降は一旦低下したものの1992年を境に再び上昇し2020年には54.1%となった学校基本調査での調査対象の定義はとなっている進学者には高等学校卒業後1年以上経過した後に入学したもの等を含む諸外国における進学率の推移は 以下の通り。なお、教育事情や制度、卒業率などは国によって大きく違うので、一概に比較することはできない。他には、以下の値もある。ここでの大学は、ユネスコの定義における高等教育機関への進学率を言う。日本では4年生大学、短期大学、高等専門学校を言う。ABC、学校基本調査より、ABC 点。 平成18年度教育指標の国際比較、ありがとうございます。